交渉制度は封建制度を最も強める。戦前における廃止権、つまり交渉制度を廃止した県は15、廃止決議が22の都道府県、これダブりますけどね。戦前の、ここが問題、戦前の男だけの県会議員たちよりもさらに後退した人権意識を持ってるね、安倍首相以下僕らは。で、彼は林先生に言ってらっしゃってるわけです。そこで悲しんで見せるわけです。僕ね、これ見てね、皆さんこれどこがおかしいと思います？交渉制度について我々は慰安婦というのは当時の交渉だったんですよって言ってるんですよね。交渉制度を復活するって言ってるわけじゃないですよ。誰もそのこと言ってないんだよ。なのに交渉制度を廃止しようって昔の人言ってたんだから、要するにここでですね、もうめちゃくちゃな論理、でたらめな論理、論点のすり替えでもって我々を非難してきてるわけです。交渉制度ってあったんですよ、制度で。慰安婦ってあったら言ってる、それは交渉でしょって言ってるんだけど、そうだけの話なんですよ。これをまた現代で復活するって言ってるのかと、慰安婦も現代で復活するって言ってるのかって彼ら騒いでる、林先生騒いでるわけですよ。そういうこと言ってんじゃないんだよ、交渉制度そのものがいいわけで言ってんじゃないんだ、そういう制度があったんじゃないかと言ってるだけなんです。しかもこれは皆さんご存知の通り、県会で可決しようと何しようとですね、厳然としてその制度があったんですよ。いい悪いは別にしてね、例えば、外国人参政権でいうとですね、外国人参政権反対運動が盛り上がる前はですよ、外国人参政権何も知らない時はですね、日本の都道府県のうち半分ぐらいがですね、外国人参政権やりましょうって決議してたんですよ、都道府県で。でも外国参政権ってなかったでしょ、だって今でもないけど、それはそういう決議やるんです、それだけの話なんです。もうここまで配信論議みたいなので、最初にもう論理破綻しちゃってる。これこそ私はね、二枚舌って言いたい。その次ね、2番、強制連行だけが問題か、論点のすり替え、恣意的な適用、このアンダーラインに出たところですね、これレジュメからそのまま書いて放置した。安倍首相、官憲が家に押し入って人さらいのことを連れていくという強制性はなかったと言っているが、この論理から言えば北朝鮮に拉致されたという人で強制された人はいなかったと結論すべきだが、騙されて連れて行かれた人と無理やり力ずくで連れて行かれた人を区別なく拉致認定としているおかしいだろう。その後ですね、このレジュメを見ながら彼が言ったことをそのまま私ね、ここに書きました。文字起こし、強制連行だけが問題かという問題ですね。これはよく右翼が言ってますが、要するに暴力で強制的に連れて行ったことを問題だという形で論点をすり替える方がいるのですね。これは第一次安倍内閣の時に、こういう言い方をします。強制とはどういうことかという定義、狭い意味での強制ですけど、官憲が家に押し入ってきて人さらいのことを連れていくという強制性はなかった、これが当てはまる例はない、だから強制連行はなかったという論理です。北朝鮮による拉致問題で北朝鮮の関係が家に押し入ってきて連れてったというケースは実はないんですね。少なくとも確認されていない。横田めぐみさんはもう家の中ではないですね、海岸沿いを歩いていた時に拉致された、そういうことですね。そんなこと言っていいんですか、この人。そうすると安倍首相の定義でいうと、これを当てはめると北朝鮮に拉致された人で強制連行された人は誰一人いなかったという論理ですね。これめちゃくちゃな論理です。二枚舌でなくて正直なら安倍首相は堂々と言えばいいのですね。北朝鮮に拉致された人で強制連行された人はいません、堂々と言えばいいんですよね。こういう全くのデタラメな論理で、実は慰安婦問題をごまかそうとしてるわけです。で、北朝鮮に拉致された人の場合には横田めぐみさんのように暴力で連れて帰ってくると、いわゆる官憲、甘い言葉で騙されて連れて帰った人も日本政府が等しく拉致と認定しています。そこで違いをつけておりません。これは当たり前のことなんです。これは誘拐的な考えではないです。無理やり羽交い締めで連れて行ったのと、甘い言葉で騙して連れて行って、そこから監禁が始まる。これ区別しませんよね。これが真っ当な感覚ですね。ところが今のものだったら、途端に、
こういう非常に狭い定義を取り上げて、こういうではないんだから、イランに関しては悪くないというか、そういう論理を堂々と通用しているメディアも批判しない。私は北朝鮮による拉致人事の制度とも、それと同じ基準であれば、まさに慰安婦にされた女性が、暴力で連れて行かれようか、団体で連れて行かれようか、人身売買、つまり借金付けで連れて行かれようか、連れて行かれた先の慰安所で拘束されているような状況とされている以上、同じ被害者なんです、ですから、ということを考えられるでしょうか。皆さん、何言ってるか分かります？私、これね、何回もテープ繰り返して聞いたけど、何言ってるか分かんない。要するにこの人は何としてでもですね、安倍首相の発言がね、拉致について言ってるけども、拉致と慰安婦をくっつけたいと思ってるわけです。で、結論をどこに持ってくるかというと、要するにね、拉致を100人で、ね、10人20人拉致だって言ってるけども、日本人は日本軍は膨大な数の性奴隷を拉致したじゃないかという理屈に持ってきたいと思いましたね。でもね、これ本当だけどね、もう無理はもういいとこでね、ちょっと待ってくれるか。じゃあね、横田めぐみさんはじゃあどうなんだ一体。めぐみちゃんの両親はめぐみちゃんを連れて行きますよっていう契約書に署名落選したんですか。めぐみちゃんの両親がお金もらったんですか。どうなんですか。ね、例えば中にはヨーロッパから騙されてね、増本さんみたいなヨーロッパから騙されて還元を浪して連れてかれた人もいますよね、北朝鮮に。でもその増本さんみたいな人たちもご両親は署名なしにしてるんでお金もらったんですか。全く関係のない世界のところをですね、誘拐事件とね、拉致をですね、いやこう無理にくっつけて本当に苦しむと気の毒なくらい。さて、彼のですね、言ってることから次いきましょうね。日本の裁判所にある事実認定、中国人慰安婦一時訴訟東京高裁判決、平成16年12月日本軍構成員によって駐屯地付近に住む中国人女性少女を含むを強制的に拉致連行して強姦し監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にすることをする事件があった。ほう、慰安婦状態というのは監禁状態にして連日強姦を繰り返すことを慰安婦で、これはまあその林博文先生の論拠、ちょっとこれは後でまたちょっと触れます。そして彼の論拠4つ目はですね、多くの日本軍将兵がね、証言してますよ。例えばこの川村民弘って人はですね、ふるさとへの道、皇軍兵士への歴史認識という自分の本でですね、平成12年に出てるんですけども、第三師団将校信用の慰安所のところでこう書いてある。彼女が18歳の時、日本軍が瀋陽に攻め込んでくると、憲兵が来て、逃げ残っていた娘たち十数名を連れ込んで、いきなり髪を切り丸坊主にしてしまった。そして憲兵は、この女たちは日本軍に売春をしたので、その罰として髪を切ったと布告したという。その上、憲兵は全員を犯して日本軍相手の慰安婦にしてしまった。中には自殺した者もあったし、逃亡した者もいた、病気になった者もいたという。これは林博文先生ね、これ東京大学で大学教授やってる人、これ信用してるんですか。変じゃないですか。皆さん、瀋陽というところに日本軍が攻め込んだんですよ。これ支那大陸で攻め込んでた後に憲兵が来てですね、逃げ残っていた娘を連れてきた。で、いきなり髪切った丸坊主にした。はっ、憲兵はこの女たちは日本軍に売春をしたとしたら、その罰として坊主にしたのに、その後今度は
その女たちを日本軍に売春の、今度は逆に日本軍相手の慰安婦にしてしまった。一体どうしたらいいわけでしょう、娘たちは。ね、日本軍相手に売春されて坊主にされる、今度、坊主頭で今度日本軍に売春されるもう一体私どうしたらいいんですか。こういうですね、デタラメを誰が見たってこれおかしいでしょ。これをただね、これ皆さんね、レジュメの中のここのところだけ彼はね、読まないで話してるんですよ。自信がなかったのかな、多分。もうね、これが皆さん根拠なんですよ。あきれかえったものね、あのね、じゃこれを読んでね、本当怖いわ、かわいそうだわって涙を流してる女性がたくさんいるんですよ、大勢いるんですよ。その日の集会もですね、200人ぐらいいてですね、もうご婦人ばっかりですけど、みんなが、はぁ、かわいそうだってやってるわけ。おい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 、あまりにも物を知らなすぎるんですよ。確かにですね、支那大陸でですね、町、信用なら信用という町を占領しますけどね、日本軍が。そうするとあっという間に憲法が来るんですよ、憲兵が。私ね、昔若い頃の知り合いでですね、全身総入れてるんですよ。こっからですよ、膝まで総入れてるんですよ。石黒吉之助って言ってたんですけどね、僕だからプロだったから解散したんです。え、お宅の会社そんなにいたのっていたんだな、昔は信じられないけど。この人自分で威張ってるの、俺は支那大陸で17人だと。歴戦の強者で、戦車兵で、しかも俺は兵隊やりたかった、ね。兵隊は星の数で、連行の数で、俺なんか将校をよく威張ってたんです。威張ってるんです。で、俺は戦争が終わった時にね、軍からね、毛布を山のようにかっぱらってきて、ね、それを売りさばいて、食堂をボケたって自慢するわけです。なるほど。私ね、まだあの頃30ちょっとずつやってた。石黒さん、会社で僕のやる。石黒さんよ、あんた支那大陸で散々愛道しただろう。ね、散々支那人の女公開しただろう。言ったんですよ。ただその時のね、彼のね、顔。もうね、鳩が豆鉄砲を持ってるような顔してる。その時の表情と僕言った言葉が忘れられないんですよ。村田係長、当時彼の、彼平野。村田係長、あんたは軍隊というのを知らない。戦争というのを知らない。ね。町を占領した途端に、あっという間に憲兵がわーっと入ってきて、つりつりに立って、猫の子を一匹取れませんよ。豪華なんかできるもんでね、喉が痛みになる。陸軍憲法で処罰されて10年以上だ。はぁ、兵隊役者がそう言ってるんだ。びっくりしましたね。憲兵というのはですね、今でも映画の中でもものすごい悪く感じで描かれてるんだな。あの、なんだっけな、ホタル、ホタルっていう映画だったっけな、だから、特攻隊が行ってですね、鹿児島でね、で、鳥浜富さんっていう人が、映画あるじゃないですか。あの映画見たらですね、鳥浜富さんが、憲兵と捕まってですね、ボコボコにぶん殴られたら死んでてるんですよ。みんなそれ見て何とも思わないんだよね。憲兵とありやと思ってる。何考えたんだよ、みたいな。憲兵ってのはミリタリーポリス、軍の兵隊だから、彼らが逮捕したりできるのはね、軍人だけなんですよ。民間人引っ張られたら大変なことになっちゃう、これ。民間人引っ張られたら、その親が出てきて、何言ってんだ、お前。ふざけんじゃねえよ、つって。警察に言いつけると。警察と憲兵の大喧嘩になるぞ、これ。分かってない。さらに、分かってないのは、ね、憲兵というのは、軍人の中で最も頭が良くて、貧困法制の人になったんですよ。だから、
どんなことかっていうと、人をですね、誤解したりですね、泥棒したり、絶対しない人間が憲兵になる資格があったんですよ。だから憲兵でしょ。だから普通の軍人さんは憲兵ものすごい怖かったんですよ。今でも東京の小平にですね、小平駐屯地があって、そこにですね、記念館があって、憲兵記念館がありますよ。一般の軍人さんと言ったらですね、そのじいさんおじいさんたちが入った途端に、うわこれ憲兵だってびっくりしちゃったですね、なんか入ってこれねえんだ。60年経ってたんですよ、皆さん。それがなんで率先して傍観するわけ。妖刀からの手紙っていうですね、クリント・イーストウッドの映画、あれスコームショーだったんですね。素晴らしい映画だから見ていただきたいんですけど、DVD になってるけど、あの中でも憲兵だけはあるわけ。あの映画っていうのは日本軍をよく描いてるんですよ。でも憲兵だけ悪くしないと始まらない。憲兵にワンワンと吠えかかった民間人の犬、その犬が憲兵にワンワンと吠えかかって噛みついたもんだから、憲兵がその犬をですね、民間人の家に連れてって、その中で射殺するらしいんで、犬を。あれ昔の憲兵がいると怒りますよ、皆さん。天皇陛下から預かった剣術で何で犬を撃ち殺すんですか。どうして民間人の犬を撃ち殺すんですか。民間人の犬、人のうちの敷地の中で撃ち殺したら民間人が怒って警察に行きますよ。その憲兵隊司令官から呼ばれてこの野郎と戦いますよ。警察とは民間人、憲兵は軍人、ピシッと分かれてたんです。そして軍隊と警察はものすごく仲悪かった。全然も知らないんですね。そうやって結局みんな騙されてるんですね。さて、時間も迫ってまいりましたので、いくつかですね、申し上げますけど、その下の方にですね、ライフ1944年9月4日号、ライフというアメリカの雑誌がありますけれども、この雑誌はですね、1944年、昭和19年の9月にですね、屈辱の日を迎える韓国に連合軍が独立を約束するっていう大々的な特集を組んだんですね。この現物は残ってるんですよ。これ最近ですね、なでしこアクションのですね、山本由美子さんという女性がですね、翻訳してですね、みんなに、僕はそれをもらったんです。これは面白いんですよ。もうね、日本のこと古典版に書いてある。めっちゃ汚い。もう日本人は悪辣で、ブスで、もうガニ股でですね、朝鮮がいかに素晴らしい国で独立すべきか、それをね、つって、ね、日本が朝鮮半島でやっている悪事をですね、もうめっちゃくちゃ書いてある記事なんです。これは多分ね、アメリカにいた李承晩も関わってると書かせた。ね。それはそうですね。いわゆるそのヤルタ会談で日本は、連合軍は奴隷状態にある朝鮮半島を日本から解放するというふうにですね、歌ってますから、そういう記事になるのは当たり前ですよね。これだけ徹頭徹尾何十ページを使ってですね、日本の悪口書いてるのに、慰安婦問題一言も書いてないんです。政党で一言も書いてないんです。なんでですかね。昭和19年の9月って言ったらですね、皆さんね、グアム島玉砕、ペリリュー島玉砕、テニアン玉砕ですよ。日本とアメリカは死闘を繰り広げ、太平洋で。そして記事の中にね、いやもうね、奴隷労働に駆り出して朝鮮半島ではね、どうだこうだともういっぱい書いてある。でも女性を拉致して性奴隷にしたってことはただの一行も書いてない。なんででしょう。そんな事実なかったからなんですよ。最近ですね、ビルマシンガポールでですね、従軍慰安婦の慰安所で働いてた女性従業員のね、朝鮮人従業員の日記というのがこれで見方なんです。で、朝鮮人の学者がですね、それを翻訳発表したんですね。180ページぐらいあるんですけどね、これ結構最近話題になってます。ご存知ですか。
それも私ね、なでしこアクションから提供してもらってですね、読んだんですけど、この日記が面白いの。皆さん、ちょっとページを戻ってですね、2ページの一番下、吉見義明の講演で聞いたら何が問われているか、1番、生徒令であった、居住の自由、外出の自由、廃業の自由、拒否する自由がなかった、はい、わかります、そうでしょうか。ね、この日記見るとね、この人ですね、もう、三十何年間日記毎日つけてた日記マンなんですよ。淡々と書いてある。ね、リビューマンに行って商売を、ね、昭和18年の1月1日、ね、元旦、これが面白いんです。東方を遥拝し、天皇陛下のご無事と皇軍の大東亜戦争での勝利を心から祈ったって書いてある。当然聞いてこれ。で、慰安婦を連れて十数人の慰安婦を抱えてたんでね、連帯本部その他3、4箇所に新年の挨拶に行った。2日から商売を始めた。7日、14枚しかチケットが売れなかった切符が。ってことは要するに14枚ってことは1単位14回、1人の人できないかもしれないんですよ。30分だから1時間1回できるじゃないですか。それと一緒で切符2枚買うんです。だから非常に喋ったわけだ。そうすると十何人いてですね、あ、翌々日に検査があって、ね、2人不合格、16人は合格だから18人なんです。本部で9日、本部医務室に行って衛生作家1000個受領。銀行に行って、郵便局に送金に行った、3万2000円持っていたが、1人1日500円以上は送金できないと言われて困った。おいおい、1人1日500円以上は送金できないと3万円持てたんだ。で、この人ね、中古自動車買ったんですよ。ここで自動車ですよ、皆さん。1000円で3万2000円。これ違約16人で稼いだ。今でもね、1日50万以上送金できないでしょ、 ATM で。できないですよね。1日500円以上送金できなかった。3万2000円、それは送金できねえわ。今の金にしていくらだよ、一体。ね、結局この人はね、散々苦労して横浜証券銀行からですね、送金してる。ね、慰安婦が内地に帰りたいというので、内地帰還旅行証明書をもらう。ね、シンガポールに移ってからは湘南市、シンガポールのことですね、湘南市って言ったんですよ。日本は湘南市警務部保安課営業係に行った、慰安婦のですね、在留届を届けに行った。慰安婦の一人が赤ちゃんだ。赤ちゃんでしばらくしてから仕事に復帰したい、仕事に復帰したいから許可もらいに行ったら、ちゃんと向こうがね、お前安産だったのか。いや、安産でしたよ。ただお産婆さんだから、その産婦人科の安産証明書を持ってこなかったらダメだよって言われる。安産証明書を持ってってやっと商売する許可をもらいました。生徒令、昭和19年4月29日天皇創設。この時も申し上げて、この日記に、ね、天皇陛下宝山数えて44歳、この大東亜戦争でいかにね、陛下はご苦労されておるか、心から東に向かって遥拝したと書いた日記に、当選人が、この日は開業以来の大収入、もうかる。昭和19年7月、2人が帰郷のため廃業するので廃業届を提出した。係主は廃業同意書を持って役所に届けていったら、役所からちゃんと帰国証明書を出た。
日本っていう国は法治国家ですから、何でもかんでも書類とハンコなんですよ。これ皆さん制度例です。吉見先生に聞きたいの。廃業の自由。でね、前借金でですよ、仮に600円で前借金売られていきますよね。でも1回ごとに2円とか3円で少しずつ貯めてってですね、600円全部回収終わると別れて自由になったんですよ。これを年季明けって言ったの、昔も今も。年季が明けたけどここは儲かるから、ビルマにいなかった、シンガポールにいなかったっていう違反がいっぱいあるわけですよ。で今度はそういった人たちは年季が明けたら自由だけど、自由意志で商売やってるわけですから、辞めるときには廃業届をもらって国に帰る。外出の自由がなかったんですか、皆さん。文玉さんこれ読むとね、この人ね、おびただしい映画見てる。びっくりしちゃうんだよね。でね、もうね、そのこれね、皆さんね、空襲から逃れるためになくしてしまった貯金通帳をある貸し官に頼んだ。そしたらですよ、皆さん、貸し官が日本に帰って頼んだら、その貸し官がちゃんとですね、手続きしてくれて、下関から新しい通帳を送ってきたんだ。見たら中に元の金額がきちっと入ってた。諦めてたけど、とても嬉しかった。すごいよね、当時の日本ってのは。手元に溜まっていたチップの軍票をまとめて貯金した。私は誰にも負けないほど稼いでた。無駄遣いをしていないので、お金を貯めることだけが生きがいだった。退休に帰ったら、退休に挑戦ですね、母に大きな家を買ってあげようと思っていた。で、私が好きだった博多よくねとかね、いろんな、ね、日本の歌をね、この人ねすごい覚えて、それを歌うもんだから大人気だったんですよ。驚きますよ、本当にね。慰安所で竹屋根演習が始まった。敵が攻めてくるかもしれないからって、毎日係主の主人が私たちを庭に整理させて組んで、みんなで2メートルほどの竹槍を持って、主人がやーと声をかけると、私もやーと言って竹槍を突き出した。ビルマ人が見てゲラゲラ笑ったんで、笑うよそれだね、本当に。いやね、もうね、ほんとね、びっくりする。最後に言ったの、慌ただしくシナマーケットに行って、ワニカーのハンドバッグと靴を買った。母のためにも何か買ったけど思い出せない。日本の兵隊が取ってくれた写真もいっぱいカバンに入れた、ね、思い切ってダイヤモンドを買ったとか、ね、私は最後でレインコートを買ったのを覚えている。レインコートはフランス製で緑が鮮やかだった。デザインは普通の形だが、燃えるような緑が手に立った。あの緑はフランスの緑だと書いてある。ワニ革のハンドバッグにハイヒール、緑のレインコート、こんなおしゃれな格好で私は最後の街を闊歩した。今でも思い出したら懐かしく得意になってしまう。ねえ。そのうちですね、皆さんね、自転車に乗って、ね、軍人が、ね、自転車に乗ってきて、よしこ乗れるか、乗れないというと教えてやると、教えてくれた、ね、そして自分で乗れるようになった。私は緑のレインコートを着てラングーンの街をスイスイと走った。女で自転車を乗ってる人は誰もいなかったので、通りを歩く人たちはみんな私を振り返って見ていた。外出の自由なかったんですよ、皆さん。もうね、これね、1ページごとにね、これ私ね、これ読んでね、感動します。ね、面白いですよ、これ。軍医が1週間に1回来て性病検査した。
病気にならないために受けなさいと言われたので恥ずかしいけど受けた。病気だと言われると休まなきゃならない。赤い札がくれると赤い札に赤い字で立ち入り禁止と書いてあった。休むことを命令されたのに金を儲けたいし馴染みの客ができていたので病気だと言われてもつい客を取ってしまう。おいおい180度逆じゃないですかこれ。毎日5パターンじゃないの。もうねでこれね、どこだっけな、驚いたのはね、とにかく日本の兵隊に同情してるんですよ。ものすごく同情してるの。びっくりしたんですよ。例えばね、私たちはサックを使うように説得したと。私が病気になるのも嫌だし、兵隊さんも病気だったら困るでしょうと。お互いにそうだからサック使ってくださいねって言ってちゃんと説明すればほとんどの軍人さんは納得してくれました。兵隊と心が連れてた。私が朝鮮のお母さんに会いたいと言うと、そうだろうな、あんたも大変だろうとね。俺は明日前線に出ていくことになった。ついに親からもらった命を捨てることになった。でも俺は日本人だから仕方ないけど、あんたは朝鮮人なんだから死ぬことはない。何としても生き延びて親孝行しなさい。この男と彼女はですね、恋愛関係の人ね、山田一郎は私より3つ上、上等兵で、本籍は茨城県稲敷郡下町だったと書いてあるんです。これ読んだらバレちゃったら困るんじゃないか。これ皆さんね、ちょっと時間ないんで、ね、省略します。ぜひ読んでください、この本。日本人として誇り持てるし、この人は日本人が大好きなんですよ。文豪騎士ね、彼の吉見義明の言ってるですね、居住の自由、外出の自由、廃業の自由、拒否する自由、全部あったんですよ、これ。ぐでんぐでんで追われた兵隊がですね、引っ叩いて追い返したんですよ。これが現実なんですよ。さて、4ページに戻りましょう。ですね、骨端内腸って書いてますね。骨端内腸、これはね朝鮮語なんですけど、骨端内腸というのはですね、腸というのはですね、要するに症状です。朝鮮語で言うと乙女という、骨端内というのは花のような、花のような乙女。これ奴らが今ですね、日本を攻めるときに日本軍は花、骨端内腸、花のような乙女を連れてって交換してですね、外出のさって言ってる、ヤングさって言ってるわけですよ。やたらめったらこの言葉が出てくるの、骨端内腸。でも残念ながらその人たちが骨端内腸のようなね女性ってあんまりいないんですよ。この人だってもともとキーセンだったわけですね。自分から進んでキーセンだったわけだから。先日ね、私札幌行きましたらね、札幌に鈴木の札幌で公演が生まれたんですよ。あ、あとゴルフだ。鈴木のっていうところでですね、まあ、公演やったんですけど、鈴木のっていう皆さん方ご存知ですか。東京でいうと歌舞伎町みたいなところなんですよ。あのソープランドがいっぱいある風俗営業で、昔々ここに日本は北海道開拓してはここに交渉を置いたわけですね。交渉というのはライセンスと
프로스펙티브도. 公に許可された売春のことを交渉となる。ちょっとススキノになりますね。どうしてススキノというかというと、ススキノというのは昔はススキが生えてるノッポラだったからススキノというじゃないんです。ススキノという人がここを作ったの。名字。このススキノの近くにですね、皆さん北海道行ったことあるとご存知かな。たぬき工事っていうのがあるんですよ。ススキノの近くにね、やっぱ繁華街で。でこれは交渉ではなくて師匠だと。ここには師匠がいたの。でどうしてたぬき工事っていうかと言いますと、これはタヌキがですね、昔はもう本当にね、ぴょんぴょん跳ねてた、そんな田舎だったからタヌキ工事っていうんじゃないんです。要するに、こういう男がですね、純情な若い男がこういう人に言ってですね、コロッと騙されてくるもんだから、あそこはタヌキがいっぱいいるって言うんでタヌキ工事になったんだもんね。花のような乙女、ね、違うんですよ、皆さん。そんな甘いもんじゃないんですよ。私はね、このね、活動をしているやつらで、ね、バウネットとかバウラックのその日本人の女の人を見るとね、ほとんどの人がですね、本当にちゃんとしたいいご家庭のご婦人かお嬢さんなんですよ。ええとこのお嬢さん、ええとこの奥さん、秀才。大学出て、ね、恵まれている。こういった人たちはね、想像力を欠如してて、みんな女って自分たちと同じ話だと思ってる。そうじゃないんですよ、なんか。タヌキもいっぱいいるんですよ。あんたのゴミとか、あんたみたいな順調金の人ばっかじゃないよって。こったのちょの花のような乙女ばっかじゃないんですよ。こういった人たちが、市長だったり、公正だったり人たちが、要するに戦地に行って稼いできた、それが現実じゃないですか。皆さんね、AV ってあるじゃないですか。アダルトビデオ。僕見たことないんだけど、すごいらしいですね、アダルトビデオ。若くて綺麗な女性がですね、要するに、〇〇をするところを撮影したのがアダルトビデオだそうです。これ皆さん、アダルトビデオに出演している女性はですね、日本にも韓国にもあるでしょう、中国にもあるでしょう。この人たちは強制でこそできたんですか。泣く泣く連れてこられてやってるんですか。違うでしょう。みんな希望してやってるんですよ。こったの町のばっかりじゃないんだよ、なんか。私の知り合いでね、風俗の業界にいた人がいるの。彼らの最大の関心事は、この業界に入ってくる人たち、風俗の仕事をやる女性が、未成年かどうかっていうのがものすごい判断する。なぜかというと、もし未成年だったら、自分が捕まったらその場で懲役なんですよ。成人してたら、執行猶予つくんです。未成年の執行猶予つかないんです。なのに、未成年なのに、私が成人してるって嘘ついてですね、この教会に入ってこようとする女の人がいっぱいいるんですよ。それを自分たちの身を守るために排除する。世の中ね、こったの少女ばっかりじゃないんですよ。それを分かってない。私はね、自発的にですね、このお仕事をやっている人たちをたくさん知ってます。この教会にいっぱいいますよね、日本人も韓国人も。当時はいなかったんですか。当時は全員連れて帰っちゃったんですか。全員奴隷されたんですか。私はね、彼ら彼女たちに言いたいのはね、やっぱりもっとね、人間というものを知ってほしい。歴史というものを知ってほしい。軍隊というものを知ってほしいですよ。さっきの
憲兵とかじゃないですけどね、実際に朝鮮人に騙されて朝鮮人の女の子が南方に連れてってね、食堂のウェイトレスだと言われて行ったのに売却されたってケースあるんですよ。朝鮮人に騙されて、その時相談された日本人はどうしたか、憲兵隊に行ってたんですよ。憲兵隊が入ってってその朝鮮人と捕まえてないだと思うよ、バカ野郎と。これが現実なんですね。そしてね、現実に彼女たちはものすごいお金を稼いでいた。今ですね、世界中の社会科学の世界ではですね、奴隷という言葉にちゃんと定義があるんです。政治学でも経済学でも、これは共通なんです。無報酬労働を強制される人のことを奴隷って言うんです。決まってるんだ。でもね、無報酬労働だったんですか、強制されてたんですか、全然違うでしょ。尋ねてみれば分かりますよね。皆さん、僕はね、彼らはね、正常人じゃなかったと思う。とんでもない膨大なお金を稼いだですね、お金は正なりって言ってるんですよ。正常人だったらね、いないのね。私いつも言うんだけどね、ネッシーとね、全然いなかったでしょ、探したも土の子もいなかったでしょ、聖堂でもいなかったんですよね、何も探してもいなかったの。これをね、今日最後に結論にしたいと思いますが、最後の最後にですね、4ページの一番下の方を見てください。ディアナとかですね、最初にセンター覚悟っていう男がですね書いた小説が元で、吉田誠二が嘘をついてまた書いて、青柳敦子っていう女性がですね韓国に行ってですね原告を探し出して、上村隆史って朝日新聞の記者協力して、高木健一っていう弁護士が向こうへ行って本当に裁判を起こして、福島瑞穂という弁護士も協力して、吉見義明教授がね理論付けして、宮沢賢治や河野洋平が謝って、加藤浩一もそうですけど、千葉恵子や佐々木富子や大河原松本という国会議員も向こうに行って大騒ぎして、戸塚悦郎という弁護士が慰安婦ではインプレッションが足んないっつってですね、刺激がないっつって、彼が性奴隷という言葉を考えたと思います。慰安婦問題っていうのは徹頭徹尾日本人が作って、日本が育てたんです。日本人が悪いの。これをね、私ね、最後の最後に強調したいと思います。皆さんね、栃木県でもですね、奴らがいろんな集会やってます。敵が集会やってます。この敵の集会に行っていただきたいんです。で、素朴な質問を質問をってやっていただきたいんです。そうするとね、聞いてる方が、なんだ給料もらってたのか、なんだ廃業の自由があったのか、だんだんどっちつかずの人たちが分かってくるようになるんです。私、あらゆる集会でそれをお願いされてですね、9月23日の参議院議員会館でですね、我々外でですね、ハンドマイクで、バカ野郎、バイクごとって、とんでもない、ふざけんなって、やってたらですね、ゾロゾロゾロ出てくるでしょ、終わったところ。こっちはもう出てきたら、やーってやるじゃないですか。よく見たらみんな味方なんだよ、これ。ごめん、ごめん、ごめんってね。相当、そういう人たちが増えてきた。ぜひ皆さんもね、栃木県のですね、敵の集会に参加していただきたいと思います。ちょっと大幅にね、時間オーバーちゃったんですけども、こんなところで話を終わりたいと思います。皆さん、ご清聴ありがとうございました。